高精細、高臨場な映像、音響コンテンツなどを 5G で伝送し、新しいエンターテインメント体感を提供するシステムの試験評価を行っています。 ATR では屋内環境における 5G の超高速通信に関する実証試験を実施しています。平成29年度は沖縄セルラースタジアム那覇において 5G への割り当てが想定される 28GHz 帯電波の届き方を調べる電波伝播特性の測定を行いました。 5G の多数同時接続の特徴を生かしまして、防災倉庫の物資の出入りの情報、それから、特にケアが必要なお年寄りや子どもの健康状態や意思を、ウェアラブルデバイスから正確に取得できるということを確認しました。複数の監視カメラや警備員が携行するウェアラブルカメラからの高精細な映像を 5G で伝送し、遠隔監視するシステムの実証を行いました。本年度の実証試験では、実際にテストコースで3台のトラックを時速 90km で走行させ、 4.7GHz 帯および 28GHz 帯の 5G 無線機を用いて、無線区間1ミリ秒以下の低遅延通信が達成できることを実証いたしました。平成29年度は京急電鉄線羽田空港国際線ターミナル駅でのホームにおいて、 5G への割り当てが想定される 28GHz 帯電波の届き方を調べる電波伝播特性の測定を行いました。今回の我々の実証では、将来のスマートオフィスを想定しまして、 5G の3つの特徴である超高速、超低遅延、多数同時接続の特徴を生かしまして、伊藤木様、それからシャープ様と共同で将来のスマートオフィスの環境を構築しました。この中でスマートテーブル、スマートチェア、それから電子ホワイトボードの開発に取り組みました。和歌山県において、市街地にある総合病院と山間部の診療所を 5G を介して接続し、高精細な診断映像を用いて遠隔診療を行いました。28GHz 帯の 5G 無線装置を用いまして、高速で移動する自動車であったり電車に対してですね、 4K8K の高精細映像の伝送試験を実証いたしました。今回、大林組様、NEC 様と共同で 5G と Wi-Fi を使ってブロックを積む時間の比較の実験を行いました。 5G を使った場合には、 4K のステレオ画像を建設機械から操作卓に送ることによって、より細かな作業が可能になったと思います。